ということで、今回のスマブラハウスもこの二人に来ていただいております。自己紹介お願いいたします。はい、デゾネーションフォーカスに所属のニエトロです。よろしくお願いします。はい、ニエトロさんよろしくお願いいたします。そして R2G カメメです。はい、カメメさんよろしくお願いしますと、私たちレギュラーでございます。はい、はい。で、まあ、前回の動画まだ見てないよという方はぜひ見てほしいんですけれども、最強だったキャラクターたちを各世代ごとに集めて一番のキャラランクを作りたいなと思っておりまして、今回はカメメさんに Wii U 編をやっていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。お願いします、はい。前回言ったね、メタナイトとか、アイスクライマーとかに勝てる要素があるものを用意してきていただいてほしいなと思っておりまして、もうありますか？まあまあまあ、あ、そうです。まあ見たらやばいなっていう、なんかインパクトは X よりあります。あ、そう、多分味は濃いね。味は濃いです。確かにそうだね、このゲームが一番濃いな。濃いよね。そんなこと、もうレイザーも静かにもうニヤニヤしながら、なんか X は分かんないな、でも気持ち悪い、吐きそうって感じなんですよ、うん、常にジリジリしてるから、うん、気持ち悪いな、吐きそうだなってなるけど、うん、Wii はおええだから、もういや、ファイティング Wii はおええだから。早速じゃあ Wii U の3キャラクターを選んでいただきたいなと思ってるんですけど、まず1キャラ目、含めだけど、はい、まあ、まず前提としてこのゲームは、はい、このゲームからアップデートがあるんで、あ、そうなんだ、このゲーム、はい、ここから、はい、あの修正が、うん、バージョンごとに変わってくる、うん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 、で、なんか話によると全バージョンいいよってことなんで、あ、もちろん最強時代の、はい、リディコングがまず、もうだからアップデート入る前の、もうだから最強だったキャラクターのディディ、そう、どうやばいっすか、頭がね、うん、いい。頭がいい。変なこと言いそうになっちゃってな、頭がいいだったという感じで。このキャラで、はい、X で何人か振り落とされてる。振り落とされてる。アップデート戻ってきた。震えにかけられたよね、まず。これと向き合えるかどうかね。なるほどね。で、マジで知らない人たちがこのキャラを使って予選通過しまくって、うん、俺つえって言いながらアップデート終わった瞬間にもう見なくなった。俺 3DS やってなくて、はい、Wii U 一発目の大会6位でしたよ。リリー使ったら。やったことないんだよ、Wii U。俺その大会あれだよね、多分。あのチョコレインの決勝ディディで多分100戦ぐらいしかやってなくて優勝した。準優勝しかもチョコ優勝だっけ、負け方復帰ミスって死んだ。ああ、そっか、100戦しかしないもんな。2日前に使い出したね、今。そういうレベルです。まあ見ればわかります。まあ何がやばいかはちょ、まあ、もう試合でわかります。で、はい、他のキャラクターをちょっと、ああ他も言っちゃいますもん。他もちょっととりあえずざ、まあ、ちょっと動画残ってないんですけど、はい、最強シークがいて、うん、シークもすごいバージョンがあって1個、はい、まあ、一番最初のバージョンのシークはマジでヤバすぎた。多分 Wii で一番強くない？いや、さすがにでも DD と同格ぐらいだった、ね、俺もそんなような気がする。何がヤバいかって、うん、まず投げから2択で死にます。なんなら確定もあったよね、下投げ。下投げ確定だっけ？確定はない。いや、じゃあ2択か。全部下投げも前投げも2択。機動力今と変わんないんで、SP のシークと全く変わんないんで、早いんで、掴みが通しやすい。頭普通にダメージが高くて、あの時はまだ。そう。ほいほい。だから、シンプルに1回触れた時の火力も高いのと、50% ぐらい振動出て。撃墜できないイメージあるじゃないですか、シーク。あ、そりゃそうだな。それ2択ある上に、空後バカ飛びます。あと、超魚も飛ぶ。バカ飛びます。バコー、超魚もバカ飛ぶ。バーン。そうですね。あれ死んでんだ。止まんね止まんねっつって。大技。それがもう、まあ発生ももちろん早いよね。変わらないです。だよ、変わらん。え、重さは？重さはさすがに。さすがにか。まあディニーももちろん軽い。で、あと針がなんか終点の3分の2ありました。距離がある上に、なんかさらに威力も高くて、ほう、相手が 50% ぐらいあるともう浮く。相手がうわーってやられ、そうやられて、うえっずっと飛んでくる。3分の2の距離でシークが針打つだけで、一回浮かされたらまた着地に針飛んできて終点の崖。当時のね、ミニあのクッパシークっていうかミニゲームだって。針打つだけでシークが。なるほどね。メイドインワリオ。一生懸命頑張ってキャッパー近づいてる。針を当てろ。終点良かったね。終点良かったらしい。まあそれがないんですよ、動画。うん、はい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 。なんで。それのちょっと弱くなっちゃったバージョンの動画があるんで、それでも十分だと、うん、まあ、ただあのもちろん参戦していただくのはその最強だったシークに参戦していただきます、ね、あれはマジでやばかったと思う。普通にあのキャラもやば、ベヨネッタもやばいけどさ、クラウド、あ、そうそう、クラウド全然ロゼ、ゲコ、やっぱゲコなんだ、ドロポンね、そう、いっぱい出てくるな。全盛期ゲコも相当やばいなってふと思った、うん、なんか俺全盛期ゲコが知らなくて、はい、
なんか月光がの上 B あるじゃないですか、うん、ドロップオンすると相手が上で死ぬらしいんですよ。いや、上もそうだし横も死ぬ。横も死ぬんだ。ロゼッタが右からこうフーってやるじゃん、上に合わせるとなんかピョーンと左から右にポーンって死ぬ。右に飛んでって、あと上スマがオリマーみたいにフンフンって超当たってるらしいで、あの上スマから上スマがつく。あったな上スマ、上スマあったわ。空前も今より普通に飛んでて、いや今でもめっちゃ飛んでるよ。立ち回りがマジで強くてさ、あと空後が超メテオが今みたいなメテオゆっくり落ちるじゃん。当時あ また始まり何ですかメテオが、あの今の空前って途中で抜けたらさ、はい、あのゆっくり落ちてくじゃん。そうですね、あれがクソ早く落ちてくピャン普通にメテオで死ぬっていう。それが超メテオっていうの。そうそう、そんな感じわかんないけど、超メテオかどうかは分かんないけど、裏メテオ、超メテオ、なんかだから月光河の空母を途中で抜かすと相手が死ぬっていう意味わかんないこと言ってるよ。よく言ってたりするのはコメント欄とかであったりするのは、まあベオネッタっていうのは聞くよ。ベオがクラウド、ベオもやばい。いやでもクラウド入れるんだったら、そう俺もクラウドはないと思う。月光河かベオ、ベオも相当やばいけど、最強時代のベオはなかなか、いやベオはあれベオな気がする。まだ開拓進んだよベオは、うん、まだゲームできたわ。まあ、結構もうやばかったね。あれもあれも開拓するの、うん、あれも開拓する。ドロポン多分もっとえぐいことになったと思う。ドロポン、うん、頭おかしすぎ、ほとんどのキャラの復帰を詰ましてた。実際見てみてそれでお二人に決めていただくっていうのでも構わないんですよ。ベオネッタ、まあ、バターオニーとのも見てもいいしね。3DS の、あの、あっさい月光型、あっさいパックは見る。まず確定してる、内定してるのがシークとディリー。ちょっと 見ましょうか。低いかな、うん、まあまあ、まずディリー最終試合で決めましょう。ということで、こちらがスマッシュ4っていう大会？梅ブラっすよこれ。あ、梅ブラ？これ梅ブラっす。あ、梅ブラ。うん。梅ブラの？梅ブラの。勝者側3回戦。はい。で、レインさんとカメメの試合。いや、カメムシです。知ってますよ。昔あなたカメムシで活動されてたんですよね。なんかつけないか。これが、はい、その全盛期のディディス。はい、あこれが全盛期のディディ、うん、でカメちゃんが俺ロックマンっす。ロックマンか。はい、じゃあちょっと早速見ていきましょう。何ロックマンって。魂だね。全盛期のロックマン、うん、なんで使ってたか知らない、はい、ディディでいいもん。まあ、ディディのヤバさは逐一ちょっと解説していただきたい。あ、小物ないね。この時のロックマンって何すんの。やることないやん。そう、この豆でディディ、あのバナナが消えるんですよ。そう、だからバナナまだだからいけるなっていうカードだと思ってたら、企画外のヤバさをしてたっていう。関係ないんだよね。そう、勝ち回りちまちまやるから。こんな豆当ててもいや、バナナとかはその場回避もあるのか。あ、もうこっから SP と仕様は変わんないです。そっか、投げ込ん無限です。どのパーセントでも掴んだらコンボが。火力って、ちょっと火力高っ。まあでも普通ぐらい。ちなみにこの作の、この時のディディの空前は普通に飛ぶし、そう、はい、撃墜するし、あと横スマが、あのこれ2択です。え、今の回避してなかったら死んでます。上投げ空へ、上投げ空へ2択なんで、まあ、これはずっとっすね。ただこの時のバージョンは空上がバカです。飛びすぎて、いやマジで確定して撃墜のパーセントもあった。へぇ、発生フレームが3フレで、しかもバナナ落とすな。これ何してるか分かんないです、俺も。泳ぎ会、泳ぎ会だ。まあそういう時もあるもんね。うん、普通になんかね、あこれ無理だっつって落ちてた。こっからす、こっからす、こっからこっから激しくなってくる。一回触られた後ね、ロックマンが地味だな、これ。そう、はい、まず、はい、グエグエ、はい、もう一回掴んで、はい、次空前、はい、78、はい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 、終わり、はい、終わり、確定ニストック。はい、ニストはずっとっす、うん、なんだろう、ディディの横スマがエグいほど飛んでて、はい、実はバナナからあの横スマでガキギアとかだと60で死んだりし、相手が80ちょいとかで死んでる。ガノンや。まあ、改めてこう技のことを説明して、だって言ったってさ、メタナイトさっき紹介してもらいましたけど、総裁ないんですよ。ああ、一方的にそんな空前が強いと。でメタナイト 60% で多分掴まれたら死にます、もし掴めたら。まあ掴めたら、ね、掴めたらな。バナナどうですか。バナナはでも竜巻消えます。うん、竜巻が総裁判定がないせいで、ああ、うん、ぶつかりますちゃんと。うん、ただ地上で当たってないから転倒にはなんない。なるほどね。止めるけど、でももう一回竜巻される。そう、もう一回竜巻されるかされないかの読み合いけど、竜巻の後隙に一応ギリギリバナナ間に合いそう。まあやれることはある。そう、やれることは絶対ある。バナナは X の方が強かったんだけど、 そうだね、その X ですら
どうせ立ち打ちできない。でベタナイトが見せるとバナナから死んでた。そうそうそう、一応死んでた。バナナであったから。バナナで死んでた。復帰っていう点ではどうですか。まあ、帰れないと思います。帰れない。はい。あ、まあ、メタには無理や。メタナイトはきつい。ああ、やっぱそう。ちょっときつい。きついけど立ち回りでなんとかできるかも。かも。いや立ち回りよりは、まあ、壊したい。そう、壊したい。なんとかしたい。崖の空エレンダに急に横スマッシュとか。そう、ヒカル君がドンキーで他のキャラ壊すようなイメージに近い。あー、なるほどね。なんとかするしかないけど。なんとかしたい。でもまあ掴んで上投げして空上したら、まあ軽いもんな。まあいける可能性はある。だよ、マジ死ぬ超早いよね。マジでスマホのドンキーと同じパーセントで死んでました。ロックマン82からだったから、マジでドンキーと同じ。ドンキーとんでもなかったです。いや、ベオじゃ足んねえよ。勝てねえよ、ベオ。まあ、ベオは勝てないと思う。だってそもそもシークとディディにベオ勝ってなかったよ。いや、勝ってた、別に最終的には。まあ、抑えられてた。最終的にはディディシークが出てきたらさすがに勝てない。勝てないわ。じゃあまあ、じゃあそのね、あれですから、ちょっとシークまず見てみましょうか。シークが…シーク動画が…まあなんかちょっと一戦だけね、はい、弱体化されてるんだよね。弱体化してる方だね、これは。しかも2回3回弱体化されてるね。飼育されすぎやろ。飼育マジで超されてるからね、弱体化。5、6回弱くなってる。そう、この時の飼育はこれ何です。ニエトのレインス。これ梅村の。ニエトのレインじゃん。決勝のいつもやっとるやん。梅村の、梅村の勝者側の決勝。おいおい、どうじゃない。快楽お互い快楽。戻して、はい、戻し、はいはい、何やってるのこれ。でも、ね、あれだね、平和島、これはお前針ためんなよってお互いやってる。そうそうそう、お互い。でも平和島の挨拶やね。そうそうそう、お前ら針ためてんじゃねえぞっていう。そう、ちなみにこの時のシークの、まあ、ある程度動きっていうのは今とこう見て変わんない。立ち回りがめっちゃ強くて、はい、撃墜が難かったところが撃墜が簡単になってるって感じなんで、まあ強いよねって感じ。ニエトさんのシークマジで立ち回りうまいですよね。あ、そうなんだ、うん、前投げ遅らせらたね。本当に立ち回りうまいんですよね。前投げジャンプ超魚かくってんだけど。今でもかくるよ。今ジャンプ超魚無理だもん。あ、そうなんだ。無理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 、ね、ほぼ無理。いやほぼ無理や。でも一個一個の技なんか飛んでる気するな。飛びますよ普通に。あれ、でダメージ高いよね。そう、マジマジでダメージ高いですよ。この時はでもまだ、そう、吹っ飛びも緩やかっすから。もう弱くなってんのか空母が。この時は余裕で弱くなってるな。で多分ここからもうニエトノさんがもしこれ掴んだら死んでます、相手。マジ？死んでます。ぐらいに。だから俺も投げ。下投げからって。飛びすぎやろ。多分死ぬと思う。まだまだまだ死ぬ。あ、死んだ。でも、いや、いや、死なない。あ、死んでる。あ、死んでる。いや、死んでる。あ、戦場。もうちょっといるよ。もうちょっとか。もうちょっといる。お一人様じゃなくなった。あ、来た。来る。おー、暴れてる。タク負け。これタク負けです。じゃんけん弱いニエトの。ニエトさんじゃんけん勝てないんで。あ、そうなんだ。はい、この時当時1割ぐらいなんじゃないか勝率。逆にニエトにはじゃんけんでしか勝てないっていう。そう。勝てないもありますから。運ゲーしないとトノさんには勝てない。そう、運ゲーしないと勝てない。この大体わざとニエトがやりたこと、いや DNG やニエトに2択の勝ち方を教えた方がいい。これ死ぬ。おお。なんか読み勝ち。地味だなこの試合。この試合地味だな、分かりづらいの。あんまりね。トノさん2択。どうせこれ最後それで負けてるよ俺。そう、俺2択で勝った記憶しかない。うん、二択が。え、もう立ち消してる、この時顔にし て, してる、ね、早いね、この時点で、うん、この時点でしてんだね。この時立ち消してるの俺とボイドしかいるわ。やばボイドすげえな。ニエトさん強い。マジで無理なんだよな、このシェイク。うん、立ち回り強すぎ。無理やね。今これシークと対戦してるから多分地味に見えるけど、確かにね、うん、シークの機動力があってこれだから、はい、他のキャラ多分これ無理。ドンキーはマジで地面についてなかった。ニエトロ強くねえか、マジで。今のニエトロうますぎる。ニエトロ強い。やばくね。いや、強いんですけどね。これは勝つんじゃない？これはさすがに。あー、ちょうど出ない。あー、勝ってる。初めて見た。これはあれか？レインが下手か？あ、その可能性もあります。これあるな。まさか。これ死ぬ？いや、でも、ウィナーズファイナル。あー、リタクラ。まあ、こんな感じ。何もしてないわ。ちょっと分かりづらいっすね、これ。動画がちょっと次見てもいいよ。分かりづらいけど、うん、最強です。でも狂ってるわけでしょ。立ち回りがマジでやばくて、うん、こいつだったらシーク、メタナイトと渡り合える可能性全然ある。あるね。俺はそう思ってる。結構面白そうじゃない、うん、面白そう、ね、あの俺感覚唯一かもしれん。そう、唯一だと思う、うん、おー。だってハリー
ちゃんと竜巻止まるから、うん、本当にこいつぐらいだと思う。ハリ偉いよな。あ、竜巻止まるんだ。止まると思う。しかも立ち回りめっちゃ強いもんね。そうで、一番強い時のハリなら飛んでくから。ハリ、はい、しかね、希望がない、むしろ。そう、ハリでどんだけできるか。そうそう、ナタ、シークの強いこのナタはメタネットの車に勝てないから、ね、絶対に。ナタ3発ぐらいポポポンって打たないと倒せる。もしかしたら差し替えそうじゃない、車3段 DA とかで。ワンチャンある。こいつの速さが。針で。確かに針でもいいよ。ああいうのはいける。けど多分ガードが持たんくなるだろうな。ゲームスピード遅いはずなのに速いんだけど、このゲーム。シークが速い。てか俺上手いな、なんか。当時からすでに上手い。動き仕上がってるもん。飛びすぎやろマジで。また飛びすぎだろ。あ、呼びかけた。今のじゃんけん負けっす、うん、今俺が負けてる。この後じゃんけん勝ちそう、デインさんが。いや、まあ俺が負けるわけないですよね、この後多分。ナタジャク無理。レインじゃんけん。レインじゃんけん最強なんで、マジで。あ、レインじゃんけんだ、これ。やばいぞ、これ負けるのか、これ。あー、じゃんけん負けた。今のは暴れて負けた。これさ、パーセン的にも、パーセンテ的にもさ、110% ぐらいで飛んでるじゃん、うん、最終的に。メタライトもそれぐらい飛ぶよ。あ、余裕で飛びます。だよな。まあ、掴めるなら。そうだね。でも、この機動力と針とさ、があってさ、まあ、普通に希望はある。希望はあるで。まあ、でもさ、まあ、デラックスフォックスとかに相性悪そうなんだよね。あー、確かに。コモめっちゃ入りそうだ。うん、か死にそうっす。隠してくるんだよね。あ、まあ、それはそう。いやうわ、おかしいだろ、これ。弱い。いや、操作が悪くて。操作性度悪いわ。もはや操作までミスっている。こんだけ掴んだりしてるのに。死んなくね？助けた。当たりに行った。いや、不審してる方が悪い。いや、するだろ。いや、でもミスとあるからさ。まあ、判断むずいけど、うん。あ、これ負けパターンだ。うん、シークのマジで。いやでもこれは激戦にならないんで。あ、もう溜まりすぎちゃってって。いや今の2択っすよ、ね。やっぱ一応2択か。一応2択超上で。なんか見える距離だった気がするけどね、今。今何人飛んだ？ナタ。ナタ。いや、ナタ激戦一応あるんだよね。全然あるよ。WiiU は。でも、こんぐらいなら別に。あの、前世紀のシークはさらにこれより飛んでたな。うん、あ、そうなんだ。そう、ハリ、ハリも全然もう今のでもうめっちゃ浮いてました。あの、台の上よりも浮いてました。そうそう、いやー、今作のシークナタで死なんもんな。そのイメージしかないな、俺も。あかんな。うわ、不定ダッシュ掴み通して。やっぱ、あ、ほら、風船。え、受けてる、受けてる。えらい。そう、風船割れちゃうんですよ。何や、風船の。なんか、ヒットストップ出るんですよ。はぁ、風船に攻撃判定当たっちゃうから。ポン。超魚跳ね返っちゃう。これ、これじゃんけん。これ、レッツゴーパーセント。あ、これじゃんけんだ。これまだでしょ。いや、まだまだ。うん、そう。まだまだ安心してる。安牌。うん、内側に行けば死ぬやつ。でも次ワンジャンケンじゃない、これ。もうこれ、ね、次多分お互いジャンケン。もう、うわ、あ、ああ、ええー、ああ、しょうがない。勝ち、勝ち。この大会は8割で。怒ってるこのニートのほら。はあ、しょうもない。はあ、しょうもない。楽しそうやな、レイさん。俺、立ち回り勝ってんのにな。思ってるやん、この顔。負けてるだけやん。シークはこんな感じかな。なるほどね、普通にやばいと思う。いやー、これベオじゃ勝てんて。ベオは勝てないと思う。これよりももう一個強いからね。そう、楽しい。やべえ時のベオ持ってこないと無理やな。やべえ時のベオを持ってくるのは当たり前だけど、うん、これより3段階ぐらいやばいからシークは。まあそうね、針がやばすぎた。いや、ナタもやばいし、クイゴ返し、チョウゲもやばいし、全部やべえよ。全部やばいの。ベオな気がするけどな。じゃあベオ行きましょうか。よそに持ってっても恥ずかしくない、ね、恥ずかしくないね。ベオネットはそうなの、人に見せれる。一フレ恥ずかしくないわ、おもろいな。一、はい、フレ回避もある。これはね、有名なゼロゼロゼロ、 TSM のゼロと MVD、 MVG です。 MVG セレム、セレム、うん、あのゼロがアカウントを消した事件。ゼロが、DB、 DB。 さっきの見たの後やばくない。ちょっと待ってください、戻してください。一回戻してみ。ディディの空上見て、これ、まあ、ここまではコンボだからいいんだけど、この後かな、これ。え、手抜いてない、飛ばない。手抜いてない、これ発生も1フレ遅くなってるしさ。え、そうなの、遅くなったんだ。発生も1フレ遅くなったし、飛ばないし。飛ばない、マジよくないよ、アップデート弱くするのは本当に。
いやでもやっぱ押さえつけなきゃルールで、いや厚手で弱くいやルールだからあれこれはもうベヨネッタの最強時代、いやこれは弱くなってる、弱くなってる、ってるそうなんだ、弱くなってるからとかじゃないけど、ね、あの動画あるんだけど浅いんだよね、そうコンボ開拓が進んでないせいでここぐらいからもうやばいねこのキャラってなってる、そうあの時はあずらしまいね、ベヨの何が強いですか、まあとりあえず倒しきる能力が1引く能力高い、今ずれたけどさアップデ前だったらこれずれにくい、ずれてない今死んでるよね、そうなんかアップデ前は上 B がずれるんですけど、はいアップデじゃあアップデ前がずれないんですけど、うん、アップデ後からずれるようになって、まあ、一応ずれてはいたんだけどずれ値がだいぶ上げられてる、そうであと横 B の、 あのダイブキックのベクトルがだいぶ変わってるから、あそう真上真上に飛んでた、真上飛んでたからそのダイブキック上 B ダイブキック上 B で死ぬってあったわ、超こう即死コンボ簡単だったんだよな当時、上 B 食う上で死ぬか上 B ダイブキック食う上でなんかベケンミスらして死ぬかみたいな、反転上 B かダイブキックか確か、ね、驚愕なのがさベヨネッタの再振り候補だよね、リリーが、リリーがそう、再振り候補、そっかそっか、これは結構なんか頑張んないとベヨ側がみたいな顔をされてこうやって無限に終えるし、シンプルにやれることがマジで無限です、ね、コンボもそうだし復帰阻止もそうだし、無限に来るし投げ場もあるし、なんなら待ち勝てる投げコンもあるし、一致タイムだな、あと最強の3振りだっけあれ、5振りだっけ、うん、何ですか、一致タイム発生わかんないよ、わかんねえ、早かったよね、もう覚えてない、うん、早すぎるから、うん、育成力もある、いや普通にあるめっちゃくちゃあります、まあ、ゼロから死ぬからゼロから倒せるから、はい、2択や、これ2択だね、この試合最後が一番わかりやすいから、これはゼロ勝ったや、まあこんな状況から負けてるこれもう黒いクワってコメント流れてるよね、うん、うん、さすあ弱今ゼロ、ベヨネッタ軽いですよねもちろん、うん軽い軽い軽い、ゼロ優勝おめでとう、そうガハハっつって、うん、これ投げますね、はい、まあ、これはゼロが悪いかも、緊張してる、外前投げだと思ったんだろうね、そう前投げだと思ってるけど見てから一応反応できるレベルだから、やめてあ怖いよ、あ、なんだ、あここ、いや、あのね、フリップかられてる、逃げの、そうだね、逃げのフリップをね、そうね、ジャンプウェビーで打点、あっ、これ何今の、これさ、クーマ上に、いや、クーマ横び、クー上横び、いや、普通にジャンプ横び、ジャンプウェビーでしょ、ジャンプ横ビで追って、ジャンプ横ビ上ビ、上にずらすからベヨゼロが、いやでもこれ下にずらしても死ぬよどうせ、うん、上にずらす、なんか当たりとか最悪だったよね、いや打点高いからね、あの下にずらしても横にずらしても死ぬから、うん、これで負けたら当たる気しますよね、いやにっこりしてるでだって、いやそら笑うやろこんな、笑ってしもてるやん、笑みこぼれてますやん、ロックスとかあの手のキャラクターにも。あもう復帰阻止で終わりしてるし、うん、はい、メタナイトはどうなの、置いてる技に竜巻逃げはしづらいんじゃないですか、うん、竜巻ガーキャン上 B か、いいね、竜巻逃げに横 B か、車に差し込めなくね、ダッシュガード上 B、 どこまで行っても1タイム、それは無理、それはでしょ、絶対無理、うん、ダッシュガードは絶対に無理、うん、どこまで行っても1タイムよ、じゃあ1タイム、1タイム、 1タイムで引っ掛けて 0% から殺せば、竜巻にとっても意味ないよね、え、竜巻にはあどうなんだろう、だから操作判定が出てるから無理じゃない、だって超細かく出てる、一緒フレームタイムで出てる、でも真下からだと潰せるでしょ、確かに、真上からだけは潰せる、横も潰せるよ、なんでもいいな、横は技によるね、そうリーチあればちゃんと潰せる、あとあのジャスがして技仕込んでジャスが、あ、そう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 、なんだっけ PSC、 そう、テクニックがあるんだよね、ジャスパーフェクトシールドキャンセルっていう、そうそうそう、パーフェクトシールドキャンセル、ジャスがから何フレーム以内に技を出すとなんか無敵付与されるみたいな、しかもその後にもう一回ガードを張るんだよね、確か そういうテクニックがあって、すると竜巻の間に技を割り込めるっていう、テクニックがあって、そんなことせなあかんの、そう、やってた、そういうことしないとメタナイトの竜巻にはあるからね、でもしてミスったら食らう、食らうだけ20% じゃん、いやー1タイムやっぱ無限の可能性秘めてるから、ね、1タイムありだと思うけどね、ありだね、確かにだいぶあるアイクラぐらい恥ずかしくない、抗えるかもしれない、うん、いいね、まあ Wii U が一番強く感じてきてるよ今、いやー Wii U でもだいぶ強いよね、だいぶ強いけど、強いのをプレゼンしたつもりだけど、 X メタナイトやべえ
だってただ X メタライトに勝てる3キャラクターのそのポテンシャルはあるわけでしょ。まあ、まあ、勝てる要素はあるよね。でもそれで聞いた感じだと、うん、いけるんじゃないかな。引ける要素はある。この後SP 界もやっぱりみんな見たいわけですよ。ただうまいことできてる、当たり前なんですけど、こんだけね長い年数キャラランクとかね、キャラの変動があって未だに見られてるっていうことはバランスいいんですよ。まあまあまあ、最強キャラクターみたいなの圧倒的なのがいないじゃないですか。出せないと思う。今活躍してるとか開拓が進んでるキャラクターで話し合ってもらって、でその後に各世代の人来てもらいますので、まただからその際にはまたニエトノさんと Wii U 代表でカメメ来てもらって、で、デラックスも来てもらってっていうので実際に戦わせてもらいたいなと脳内でなんですけど、まあ、あれって枯れるのかなどうなのかなみたいな言ってますけど、フレーム表とかもあるわけでしょ。だから、まあ、事実上どうなのかとか技の振り方とかにもよるだろうけど、でも全作品も強かったけどね、デラックス。いやめっちゃ強いよ、うん、全部ウィッチタイムで返そう、これ脳内は脳内はね最強空前しました、そちらはっつったら、あこっちウィッチタイムで、うん、勝ちです、ありがとうございましたそういうのが他から即死ですできるみたいな、ずらせますか、ずらせますか、何によるかによるんだよな、うん、はい、ということで Wii U の最強キャラクター参戦をやっていきました。いや強かった。強い。リリーとベオとシーク。シーク。まあ。ゲッツーが見れたかったけどね。まあ、ことでね。まあ、彼らが。リリーのシークの動画が欲しかったわ。彼らが。ないんだよね。やばすぎたシークがそのままいてほしい。一番強いんじゃないかな。あの SP のじゃなくて Wii U の中で。うん、いやどうだろう。いやもう Wii U の中ですら今ねやっぱりこう割れてるわけじゃないですか。ストックが足んないわ。でデラックスも割れてたんですよ。ね、うん、デラックス X だけ圧倒的だったフォックスと X すごいね。そうカイト君がいやでもファルコ、ファルコかみたいな、そうどっちだろう、64は64もピカチュウ言った。でもね T 君に話を聞いたんですよ、ね、うん、いやあれは64のシステムにあって空中回避とかなかったからピカチュウが刺さっただけでみたいな話をしてた。なるほどね。だったらカービィとかが強いかも、一フレセッカーね。そう、あなるほどね、みたいな話もあるので、そうそう、そこまたね呼ばないと分からないですよ。そう、後日皆さんとちょっと戦わせていただいて決めていこうかなと思っておりますので、その際はまたぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで今回の動画は以上となります。皆さんのツイッターやら配信サイトやらは概要欄の方に載っておりますので、ぜひ見ていただければなと思います。もうそろそろ終演の時ですよ。 SP をどうするかっていうのとキャラランクを作りましょうっていうのをやって、ちょっと皆さんにも広めできればなと思いますので、またその時によろしくお願いします、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ、はい、シークやばすぎー6番強すぎ、6番弱すぎ6番最強、6番ゴミ、6番はゴミや。